おめでとうございます。おめでとうございます。時代感があるそのエネルギー、さっき圧って言ってましたけど、エネルギーがある、まあ、あと作ってる思いですね、感情が入っているっていうものはどの分野やっぱ響くものなんだなっていうふうには思います。あと岐阜の特徴であるその資源を使って、その資源をものにしたり考え方にしたりして広めていく、まあ、そういう世界だと思いますけど、はい、まあ、そういう意味で、まあ、後藤さんのやっておられることが、あの要するに徹底的にローカルにあの突っ込んでいくのは、そして海外に出ていくと、うん、まあ、一つの、まあ、それだけではないんですけどね、うん、一つのアプローチとして面白いんではないかなと思います、うん、あ、でもやっぱそういうふうに考え方が変わってきてるってことですね。